はい、えー、食べたラーメンをいくつか紹介していきます。今回は11月の、えー、1日から、えー、14日、あ、ばあちゃんの命日 <laughs> までの2週間分の中からいくつか紹介したいと思います。まあ一応食べたラーメン、こんな感じ。 なんですけど、あのー、福島に行ったんですよ。だから、それはちょっとまた別の動画、次の動画で、えー、まあ、福島編みたいな感じで紹介しようかなって。まあ、よくよくちゃんと見た方は、あれ、1個違えんじゃねえのって思われた方もいるかもしれないですけど、まあ、そこもごちゃっと1個にして、次の動画で紹介したいと思うんで、今回はちょっと別のお店を紹介していきたいと思います。ええー、と、まずは、豚風。 これ、元住吉の豚星出身の、えー、新店ですね。はい。これ、あのー、丸がね、つくのね、それを忘れずにっていうところなんですけど、まあ、あの、そうですね、豚星は、白楽にあった頃から行っていて、で、元住吉に移転して、えっと、その後僕もね、元住吉でお店をやってたんですけど、ま、あ豚星さんめちゃくちゃ行列店で、はい。 ま、あ逃げるようにね、僕は元住吉から離れたんですけど、また、その息のかかったお店が、えー、自分のお店の近くにやってくるっていう <laughs>。そう、ラーメンすごく良かったですね。インスパイア系のお手本っていうか、もうあの、二郎系に求める欲しい味が欲しいだけちゃんとあるなっていう感じでした。えっと、麺とかね、あの、豚。 というか、チャーシュー <laughs> あの、豚って言った方がいいのかな <laughs> まあ、えっと、麺もチャーシューも、あ、これこれっていう、これこれ感というか、そういうのがあるし、で、スープもボディがしっかりしてて、まあ、その出汁感だったりだとか、あと酸味の効き具合とかももうちょうどいいなっていう、もうまさにお手本というべき、はい、お店でしたね。非常にレベルが高い、いいお店だし、あのお店を、あの味を、あの、リッチ <laughs> 駅徒歩10秒みたいな <laughs>、どこでやってたら、まあそりゃもう、今後もずっと長く人気店でい続けるんじゃないかな、とは思います。心配っていうわけではないですけど、まあ一個言えるのは、あの、豚星が、やっぱりちょっとその、独特の緊張感というか、まあ、あの、接客悪い <laughs> じゃないですか <laughs>。まあ、それは、まあいろんな考え方があるし、僕は別にそれ、 OK なタイプなんですよ。なんていうか、必要枠というか、うん。別に、 に、えー、っと、この世にあるすべてのラーメン屋さんがすべていい接客をした方がいいとは思わないので、そういうお店もね、うん、あっていいんじゃないかなというふうに僕は思っていて、うん、まあ見方によってかなり偏った見方ですけど、そういう緊張感もエンターテインメントの一つというか、まあ、あの、それこそね、昔は品そば屋とかもそうだったって聞くし、えー、僕だとロックンロール1がリアルタイムで対、 感できたあの緊張感みたいなものがやっぱりラーメンの文化として残っているのでそれはそれでありなんじゃないかなっていうふうに思いますまあ本当ね書き込みとか見ると結構理不尽なねあの接客 <laughs>、はい、<laughs> 本当に態度が悪いとしか言いようがないようなこともちらほらあるらしいんですけどまあまあまあね別にこの豚風さんがねそういうとこがあったわけではないですよ僕が行った時に別に そういう態度が見受けられたっていうわけではないですけど、あの、やっぱり独特の緊張感はやっぱりあったように感じたんで、それがね、あの、旗の台っていう土地に受け入れられるかどうか。 っていうところかなというふうに思いますね。まあ、あのー、こんだけ擁護しといて、もし自分がそういう理不尽な接客されたら、ま、あそのお店に火はつけるなと。<laughs> うん、全焼させてやりますけどね。<laughs> まあ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 、うん、そこがちょっと一個引っかかるというか、まあまあどうなるのかなって言うて進展ですからね。はい、今後の活躍に期待したいなと思います。そうそう、あとね、あのー、その味の部分で、 豚星さんが昔テレビかなんかでめちゃくちゃ醤油の香りにこだわってるっていうのを言ってたんですよ。だからそういう部分が、うん、継承されてるのかなって僕それね思い出したのがもう、これ撮る直前に思い出したんで、うーん、ちょっとその辺ももう一回意識して食べてみても面白いかなと思いましたね。でね、他ね、これは、うーん、新橋の新店3店舗行ってきたんですよ。えっと、エビポッター、 えー、ブラッドムーンでワイチっていうこの3店舗行ってきてやっぱね騎士官がどうしてもはい あるなーっていう感じだったんですよね。まあ、エビポッタは、まあ、濃厚なエビのスープのラーメンで、で、ブラッドムーンは、まあ、担々麺ですよ。はい。まあ、いて言えば、ちょっと酸味が独特だったなーっていうのは、あの特徴的ではあったんですけど、あと、愛知もね、もう、煮干し系に関してはもう、新店とはいえ、結構やっぱ、既視感感じてしまうお店がほとんどなのが正直なところ。はい。なので、特に、 何か得られるものがあったかっていうと、正直何もなかった。まあ僕の感受性がまだまだなのかなとは思いますけど、うんただ、新橋っていう場所からサラリーマン、働いてる方のお昼ご飯だったりだとかするので、あんまり特徴的すぎるもの、 は、もしかしたら受け入れられないっていう土地の可能性もありますよね。まあまあ、進展だし、うーん、長く残るかどうかでその辺は判断しなきゃいけないんだとは思うんですけど、まあ、あと、まあ、どうしたってね、家賃の高い土地だとは思うので、なかなか個人店の参入が厳しいかなとか、まあまあ、いろんな理由があるとは思いますけど、まあ、Y 値が、はい、今後、 どうなっていくのかっていうのはちょっと気にしながら何年後か残っていたらまたちょっと行ってみたい感じはしましたね。でもね、あれ、新橋のね、あのー、岡山の中華そば、幸楽本舗はい。が閉店してたんですよね、気づいたら。僕はあそこ行ったりとか、まあ、店の前通って、 夜ぐらいしかなかったんで、まあでもパンパンだったんですよ。まあ、どう見てもこう飲んだ後のお客さんっていう感じですけど、あんだけね、お客さん入ってにぎわってたお店が閉店っていうのは、まあね、この3店舗も僕全部夜に行ったんですけど、それぞれ別の人かで。やっぱ、どのお店もなかなかお客さんね、夜だから、はい。今、このご時世的に夜はやっぱまだまだラーメン屋さんお客さん戻ってないので、 新橋っていうね、そのサラリーマンが多い土地で今後生き残っていけるのかどうかっていうのはちょっと厳しい戦いにはなるとは思いますけど、まあどのお店も頑張ってほしいなと、はい思いますね。で、高野 え原中野部、焼いや行ってきました。久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりになってしまって、僕はもう過去に2回は最低でも行ってるんですよ。はい、醤油と塩を食べたんですけど、で、そんな話をこう、知り合いの方と話していたら、いやいや、通りさんと、あの、ごまの辛いそば食べてないんですよね。じゃあ、あなた、見放ですって言われて <laughs>、で、なんじゃそりゃって思いながら行って、 どれどれどんなもんじゃないと思って、ごまの辛い蕎麦食べてみたんですよ。結果、これ全メニュー食べないと、見法です。<laughs> だから僕まだ高野行ったことありません。<laughs> っていうか、もうそもそも、もう食べた食べてない、行った行ってないの次元は、うに超えたお店だな。 って思いましたね。もうそういうレベルじゃない。むちゃくちゃ良かった。まあ、まずあのラーメンね、食べたラーメンから言うと、ごまの辛いそばまあ、ああのこれ見てもらうとわかると思うんですけど、相当濃厚な、はい、ごまだれというか、ジーマージャン的なものと、あとは辛い油ですね。でね、これごまが本当に濃厚で、で、ラー油というか、辛い油も辛さが、えっ、ー、と、程よくて、うん。で、非常に 相性バッチシっていう感じだったんですけど、これ、商品名がごまの辛い蕎麦っていうので、担々麺とは書かれてないんですよね。で、これがまあ、本当にいい名前の付け方だなっていうか、言い得てみようというか、あのね、もう担々麺ではないんですよ、全く。うん、ジーマージャンとラー油だともうやっぱり担々麺って歌わなくても、 食べて、そういう印象を受けてしまうと思うじゃないですか。これが全くそういう印象とは別物で、で、操作してる一番の要因は、これ、スープだと思うんですよ。まあ、これ、あのー、進めてくれた方に教えてもらったっていうのもあるんですけど、もう、ここは煮干しスープで作られた辛いラーメンで、もうね、その煮干しのスープが、いや、これ、ね、ごまだれと、で、ラー油とっていうので、めっちゃ強い味なんですよね。で、そこ、 でも、ちゃんと感じ取れるぐらい、しっかりと取られた煮干しの出汁。で、これね、もう出汁なんですよ。もう本当に、あの、昨今のなんかブレンダーフィーってかけたような煮干しスープとは違って、しっかり出汁としてのもう最高値を叩き出してるなっていう味わいなんですよ。だから、あの、変に煮干しの魚感が、 パンって邪魔する感じではなくて、しっかりと調和して、なんならその、ラーメンのスープを下支えというか、下からグッと、え、げてくれてる。うん、ダしってやっぱこういうもんだよなっていうのを改めて感じさせられたというか。で、その、やっぱり、 作り手のね、対象のそのバランス感覚、味のバランス感覚っていうのが、まあもうこれは醤油とかね、塩とかを食べればもうわかることなんですけど、やっぱりこういう辛い系のラーメンでもそれができるってなかなかすごくて、美味しい醤油ラーメン、美味しい塩ラーメンを作れる人でも、美味しい辛いラーメンが作れるかどうかっていうのはまた別物なんですよ。 だ、これは本当に、あのー、味覚だったりだとか、この食材の知識だったりだとか、うん、そういうものを持ってないと作れないラーメンだなっていう風に思ったので、もうこれ、高野はもうね、本当に全メニュー制覇します。はい、これは。で、やっぱね、もうお店の存在そのものがむちゃくちゃ良くて、あのー、科目ながらね、こう、一個一個の仕事、丁寧にこなす対象と、 相反するじゃないけど、ちょっと対象的なね、対象に対象って言っちゃあれですけど、はい。まあ、おかみさんはフレンドリーなんですよね、すごくね。めちゃくちゃいい接客なんですよ。で、これね、接客っていうのも、な僕なんて別に常連じゃないから、そんなにね、会話することもないんですけど、もう、そのお二人がそこに立っているだけで、もう接客お客さんと接する。で、しかも、それが、 あの、大将と女将さんのキャラクターだけで接客っていうお店もあるじゃないですか。で、高野はやっぱりそこはちゃんとラーメンを通じて接客してるっていうのが大前提としてあるお店だから、ね、なんか言ってることが矛盾してるかもしれないんですけど、本当にそこへ立ってるだけで、で、自分の目の前にラーメンが、一杯の丼があるだけで、もう、接客うん。接してくれてるっていう感覚が、 すごく感じられるお店なんですよ。何言ってんだって思う人はマジで行ってみてください。うん、行けばわかる。ねえ、これ働いてる人もキビキビしていてね、お弟子さんたち、もうめちゃくちゃいいんですよね。やっぱ気持ちがいい。やっぱりその、スタッフにどういう教育をしてるかっていうのもね、いいお店、悪いお店の、うん、判断基準になると思うんですけど、高野はもうめちゃくちゃそこがいい。 お店というか、うまくいっているお店というか、まあ、これも実力のうちだと思うんですよ。それこそね、あの、出身店がもう有名店ばかりですし。で、あのー、なんで、えー、自分のお弟子さんの教育がしっかりしてるっていうふうに言えるかっていうと、もうお店の各所にそのヒントは散りばめられてるんですが、あのー、洗浄機、洗浄機にあるラックの中身を見てください。はい。もうそれだけで全てが伝わってきます。 もう、どんぶりから、レンゲから、すべてもう、置き方がしっかりと決められてるし、下洗いをしっかりしてあるんですよね。もう、そこ見るだけで、ああ、もう、このお店は、すごくいい、社員教育されてるな、っていうのが伝わってきます。やっぱり、そういう細かいところまでね、行き届く、気配りができるっていうところが、いいお店たる遊園なんだな、っていうの。でも、もう、こんだけ、長々と話してましたけど、まだまだ、 一部分でしかないなっていうぐらいに魅力が詰まりに詰まったお店なんで、はい。これはもう、首都圏にいる人間だったら、もう必ず行かなきゃいけないお店なんじゃないかなって思いますし、これからどこかでラーメン屋さん修行したいなって思ってる方は、本当に、ちょっと悪い言い方かもしれないですけど、今のうちに門を叩いた方がいいお店なんじゃないかなというふうに思います。僕がキャリアゼロで今からどこか修行しなきゃいけないってなったら、うーん。 マジで第一候補ですね。はい。まあ、そ、厳しいかもしれないですけどね。はい。それはもう知らないっす。<laughs> 揉まれてください。はい。<laughs> えー、花色木んこれ、吉祥寺にあるジローインスパイア系なんですけど、えー、出来心っていう居酒屋さんのオーナーが新しくオープンしたお店らしくて、食べて、うわ、めちゃくちゃよくできてんなと思って、で、なんかおかしい。 ぐらいよくできてるなって思ったんで、調べてみたら、あの、ラーメンプロデューサーの磯部さんっていう方が味作りに関わってたらしくて、あ、なんかそれで点と点がね、鮮礼じゃないけど、あ、なるほどと、うん、腑に落ちた部分がたくさんあったお店ですね。 例えばで言うと、チャーシューをちゃんとウォーマーというか、まあ、蒸し器みたいなやつで、ちゃんと温めてから、うん、乗せてるとかが、もうこれ素人の技じゃねえなっていうのは <laughs>、はい、もうお店行った時から思ってたんで、ああ、そりゃ、磯部さんが入ってたらそういうところまで気が行き届くよなっていうふうに <laughs>、はい、思いました。 結構ね、スープが乳化系で、で、この乳化具合もね、細かく言うと、個人的にはすごくちょうどいいというか、あのー、昨今の土乳化みたいなものとは違って、いい塩梅の乳化系で、麺がね、結構硬めなんですよ、割と。だから、その辺が、立地を意識してなのかなーっていうふうに思いましたね。あの、吉祥寺っていう若者が多い。 エリアで。で、これがね、本当にたまたまかもしんないですけど、僕が行った時は、もう8割方が自分より年下。ほんと若い人ばっかりで、で、もうパンパン、えー、外に並びできてるみたいな。あと、夜営業、一発目で行ったのに。いや、すげえなーって。本当に、このね、仮説、若者に向けたっていうと仮説ですけど、まあ、僕の感覚だと、刺さってんじゃねーかなーっていうふうに思って、で、あの、 これ面白いなって思ったのが、まあ、実際のところわかんないですけど、券売機の、その、小ラーメン。まあ、えっと、こういうお店だと、小ラーメンが普通のラーメンの倍量あるんで <laughs>、もうちょっと、ラーメンあんま食べない人は何のこっちゃっていう感じだと思うんですけど、まあ、小ラーメンが 240g っていう風に書いてあって、240って、まあ、そんな、自労系にしては、 特別多い数値ではないんですよ。大体 300g とか入るお店がほとんどなんで。でも、その割には食べた後の満足感がすごくて。まあ、いろんな要因があるとは思うんですけど、まあ、ちょっと硬い面で。 勢いよく飲み込むからなのかまあまあまあスープが割と油がしっかりと入っていたからそのヘビーさからくるのかまあ何しても全然嫌な感じが一切せずに食べ終わった後にしっかり満足感があるっていうこれがまたすごくあの一杯のラーメンとしての出来クオリティが非常に高いなっていう風に思いましたねでこれあのね僕がこのお店で一番いいなーというかすごいなって思ったのがこれ食べ応え満足感にも通ず するのかもしれないんですけど、お店の雰囲気、これがねこのお店の一番すごいところだなっていう風に思いました。っていうか、あの最初は普通にその居酒屋さんがやってる。あの二郎系だと思って行ったんでにしては、もうお店に漂う。緊張感がもう完璧。というか、すごくよく演出でき。てる もしかしたら偶然たまたま出来上がった空気感なのかもしんないですけど、もしこれを狙って作ってるんだとしたら、もう、 磯部さん怖いっすね <laughs>。まあ、店の狭さみたいなものもあるのかなとは思いますけど、店員さんのね、いかつさだったりだとか、もう本当にあの、オーディションしてんじゃねえかっていうぐらい <laughs>、面接で、あ、君はジローっぽいねとか <laughs>、やってるんじゃねえかなっていうぐらい、すごいいかついスタッフさんたちと、あとやっぱりコールの聞き方とか、うん、がいい具合に、なんだろうな、威圧感があるんですよ。はい、これはもういい意味で。 だから、からそういう、まあ、あの、店員のいかつさは知らない、わかんないですけど、そのコールの聞き方とか、そういうのは、いくらでも、こう、指導できることじゃないですか。 まあ、マニュアル化っていうと、ちょっと、いろんな余計な印象がついてしまうんで、言いたくないんですけど、まあまあでもマニュアル化することができる部分ではあると思うんで、僕が深く考えすぎなのか、狙ってやってんのか、これが非常に気になるところですね。そういう意味ではやっぱり、他のインスパイア系と違うところなのかな。 って思います。その、ラーメンの味は最近インスパイア系でも非常にレベル高くなってきてるんですけど、そのお店の雰囲気作りっていうところで言うと、やっぱまだまだ優劣。優劣って言っていいのかわかんないですけど、まあまあ、そのジロリアンと言われる人たちだったり、まあ僕らみたいなラーメンオタクに刺さる接客、お店の雰囲気作り。 ができてる、できてない。うーん、みたいなものは、ちょっと、まだまだ、差別化できるのかな、っていうふうに思いましたね。はい、あとね、えっと、魚卵亭とか行ったんですけど、まあ、ここはちょっとね、あのー、やっぱここも、本来、別のお店なのかななんか居酒屋なのかなんかわかんないですけど、その居酒屋さんかなんか、 を使ってやってるお店っていうので、ラーメン自体は非常に良かったんですけど、ちょっとこれは本店に行ってみないと、うん、評価しづらいなっていうところで、まあ今年は無理ですけど、来年あたり福岡行ってみても面白いかなっていうふうに思ったので、今回は特に、はい、説明はしないですけど、でもあのー、高田の場は、まあわせだっか。 えー、まあまあまあ西早稲田の方が近いとは思うんですけど、都内の方だったら行きやすいっていう方非常に多いと思うんで、ここも非常におすすめですよ。行ってみてはいかがでしょうか。まあこんなところで、はい、えっと、11月のまあ半分弱ですかね。はい、紹介しましたが、後半もね、結構いいお店に行ってるので、まあまあその辺も期待していただきつつ、 えっと、次回は福島のラーメンについてちょこっとお話ししたいと思います。今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。